はい、おいいな、ラリーになる。男女、男女は両方遊ぶかな、ね、ちょっと男女が微妙で。お、いいね。男子女子みそかす。じゃあタクにみそかす3人決めてもらおう。マリカ。はい。みそかす躊躇しろや。ムービー残ってっからな。タクトが言ったから。いや伸びしろがあると思う。そう、僕らは伸びしろないから。そうなんだよ。もう俺なんて落ちる一方なのよ。僕もそうっすよ。伸びしろなんか一個もないから。俺がみそかすでもいいぐらいな。俺とタキューさんだよね、みそかす。いや、ゆりさんはあれですけど。最近やべえ、そこからやべえ。ナイスパンチ。みそかすの意味が変わってるから。味噌みたいな匂いがする。発酵ひどい、そんなことは言ってないのに。俺とタキューさんと嫌な気かな。伸びしろのみそかすじゃなくて。伸びしろ味噌カスト。ランチあるかもしれない。現状味噌カスト、伸びしろ味噌カスト。あと伸びしろ味噌カス、嫌な気はまだ30代。アウトです。1試合。2試合。7対8。味噌カツと、頭の出来味噌カツと、それいっぱいいるじゃん。いっぱいいますね。あ、身長味噌カツにします。はい、そう。身長味噌カツいいな。何がいいの？え、身長味噌カツで分けてもらえたら、ちっちゃい人集っちっちゃいの集まんないから。グリモさんも身長中にするか。意外とそのやつかば。マリナがエリートライン。マリナがエリートライン。今でもさ現在さバレーいろんなところのバレーさ身長でやってるところってあんのか？ないっすね。ないっすよ。身長。身長。あんまり関係ないからでもある程度すれば関係あるかするじゃん。ある程度高さか、まあ、90と50じゃできないし、まあ、ある程度のレベルまでいけばそうね。男子男子女子味噌カツ起きたそこで味噌カツやったの味噌カツお前は背脂じゃない黒男子女子女子女子マリノの口ダイヤ左ハート右黒審判ダイヤ左ハート右黒審判俺カードないんだけど俺なんてカード16枚なの15だよね さっき15あったんだよ聞いてねえよね あるダイヤ左ハート右はいオッケーなるほど。
ちょっとだけお願いします。はいよ。あ、これ。あ、All right.